ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さあどこかしら？何やってんだ霊夢？今スイカ割りの練習しているのよ魔理沙。さあどこなのかしら？うわあ、こっち来るんじゃないぜ霊夢。わかってるわよ魔理沙。ああ、どこかにスイカはないのかしら？これから暑くなるからみずみずしいスイカが欲しくなる季節になるわね。よしそれじゃあ、今回はスイカの栄養について解説しようか。今回もよろしくね魔理沙。というわけで今回はスイカの栄養について解説するぜ。暑い夏にはやっぱりスイカね。スイカはウリ科スイカ属の植物またはその果実のことを言うぜ。スイカは気になる果実ではないので本来は野菜に分類されるんだが、一般的に果物は甘いという認識がされているので基本的にスイカは果物として分類されることが多いぜ。なので今回はスイカを果物として解説するぜ。スイカは漢字で西売りと書くんだが、これは中国より西側から伝わったからなんだ。そしてスイカの原産地は南アフリカの乾燥地帯なんだぜ。え、スイカって中国が原産ってイメージだったけど、アフリカだったのね。スイカはアフリカの乾燥地帯が原産地なので、生きるためや子孫を残すために実に多くの水分が蓄えられているんだ。例えば野生動物が水分補給のためにスイカと同時に種を食べて、その種が遠くまで運ばれ栄養のある糞と一緒に外へ出される。そうすることで広い範囲で生息地を広げることができるんだ。食べられることで子孫を残すなんて賢いわねスイカ。スイカは硬い皮の中に赤や黄色の果実があり、その周りには黒い種があるんだぜ。果実は水分量が多いので水分補給の代わりにもなるんだ。また塩をかけると甘さとしょっぱさの2種類の味を感じると、どちらか一方の味が引き立ち、この時スイカの甘さが勝ってるとさらに甘く感じるんだ。私は海水の味がするから絶対に塩はかけないわよ。ちなみに中国では塩ではなく砂糖をかける食べ方があり、砂糖をかけることでデザート感覚で食べてるんだ。スイカは実だけではなく種も食べることができ、種を乾燥させいって中身を取り出して塩で味付けしたり、酒のつまみなどで食べれるんだ。スイカの種は脂質が多いので味はピーナッツに近いんだ。食感はポリポリしておやつとして食べるのもいいかもだぜ。やっぱスイカの種のつまみは最高じゃのー。あら、誰かが外にいるみたいね。後で行ってみようかしら。スイカの旬は5月中旬から8月までなんだぜ。だから暑い夏はスイカが一番美味しいんだ。焼きまんじゅうになるほど暑い日に食べるスイカは格別よ。次はいろんなスイカについて解説するぜ。まずは独り占めだぜ。独り占めは小玉のスイカで、大人数で食べるスイカとは違って一人で丸々食べることができるので、独り占めという名前になったんだぜ。食べるとシャリシャリした食感で甘く色は薄紅色をしているんだ。半分に切ってスプーンで身をすくい取って食べることができるぜ。みんなは間違えてお米の一目惚れを買わないように注意してね。次はクリームスイカだぜ。クリームスイカは果肉が黄色が特徴なスイカのことで、他に様々な品種があるんだ。果肉はジューシーで糖度は高く、まろやかな味わいなんだ。クリームスイカは希少性が高いスイカなので、価格は高いんだぜ。黄色いスイカだなんて面白いわね。一度は食べてみたいわ。次はアンテナスイカだぜ。普通のスイカは地面に置いてある状態で育てるんだが、アンテナスイカの場合は木の実のように吊るして育てるんだ。吊るすことでスイカ全体に日光が当たり、味が均一に仕上がるんだ。またルナピエナという品種では一株にスイカを一玉だけ実らせて、栄養を一玉に集中させ美味しくさせているんだ。さらに徹底された水分管理により、ちょうどいいみずみずしさ、甘さのスイカにしているんだ。味はシャリシャリして、果汁はしっかりあり、濃厚な甘さが口の中に広がるんだぜ。そして白い皮に近い部分まで美味しく食べられるんだ。どのスイカも今年の夏に食べてみたいわ。次はスイカの歴史について解説するぜ。1857年にイギリス医療伝道者リビングストンがアフリカ探検に行った際、野生種のスイカを南アフリカで発見したことから、スイカの原産地は南アフリカとされているんだぜ。そこからスイカは北部へと伝わり、古代エジプトでは4000年前の壁画にスイカの絵が描かれているんだ。そこからギリシア、インド、中央アジアなどへ伝わり、最終的には中国へと伝わったんだ。日本へスイカが伝わったのは平安時代と言われていて、江戸時代にはスイカの品種が生まれ、中期には換金作物として栽培されていたんだ。明治時代になるとアメリカ、ロシア、中国から様々な品種のスイカが入ってきて、それらのスイカを交雑することにより現在食べられている品種のスイカが誕生していったんだ。戦後になってスイカ以外の甘くて美味しいものが登場してくると、スイカの人気がだんだんなくなっていき、家庭用冷蔵庫で保温できないということで敬遠されるようになっていったんだ。
しかしそういったことにもめげずに冷蔵庫でも保存できる小玉スイカが開発されていったんだぜ。今はスイカの人気は高くはないけど頑張ってほしいわね。次はスイカの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。スイカのカロリーは 100g あたり 37kcal で、タンパク質は 0.6g、脂質は 0.1g、炭水化物は 9.5g、食物繊維は 0.3g だぜ。甘いけど水分が多いからカロリーは低めなのね。水分が多いから熱中症予防にいいかもな。ビタミンに関しては体内でビタミン A となる β カロテンが含まれているんだ。しかし赤色のスイカにしか含まれていないので注意なんだぜ。ビタミン A は暗いところで視力が低下するや盲症を防いだり、皮膚や粘膜の保護、活性酸素の除去、免疫力を上げて体内に侵入してきた細菌やウイルス、体内で発生したがんを退治してくれるんだ。ビタミン C も多く入っており、体内でコラーゲンを作ったり、抗酸化作用、鉄分や銅の吸収を高め、シミやそばかすの予防をしてくれるんだ。ミネラルは余分なナトリウムを排出し血圧を下げるカリウムが多く含まれているんだ。またシトルリンという成分が血流を良くしてくれるんだ。夏の暑い日は汗をかいて血液中の水分量が減り血流が悪くなるから、スイカで血流を良くしてほしいんだぜ。スイカって夏に美味しいだけじゃなくて体にもいいのね。しかしスイカは水分量が多いから、寒い冬に食べると体を冷やして体調を崩すから注意が必要なんだぜ。スイカを食べたら種をペッペして豪快に食べたいわマリサ。ちょっと待て霊夢、スイカの種は食べれると解説したが、次は種の栄養も解説するぜ。スイカの種のカロリーは 100g あたり 546kcal で、タンパク質は 29.6g、脂質は 46.6g、炭水化物は 13.4g、食物繊維は 7.1g なんだぜ。ひえええ、スイカの種は高脂質、高カロリーなのね。だからスイカの種は数粒食べる程度に抑えるといいぜ。霊夢は気づいたらボリボリずっと食べるから注意が必要だな。ナッツ類と同じく1日に20から30粒までの量にするといいぜ。スイカの種の脂質はオレイン酸という体にいい脂質が多く含まれており、血中コレステロール値を減らしたり、酸化しにくい脂質なので細胞の材料となると活性酸素からの攻撃でも細胞が傷つきにくくなるんだぜ。そうなることで細胞が老化しにくくなり体も若々しくなるんだぜ。ビタミンに関してはタンパク質の代謝に関与するビタミン B6、細胞分裂に関係する葉酸が多く含まれているんだ。ミネラルに関してはカルシウムとの相互作用で、骨や歯を発育形成するマグネシウム、体内にある多くの酵素の成分となる銅、糖質や脂質の代謝を助けるモリブデンが多く入っているんだ。他のミネラルは少しだがバランスよく入っていて、ミネラルの補給にもスイカの種は役立つんだ。あ、でもスイカの種を食べると盲腸になるって聞いたことあるわ、そこは大丈夫なのかしら？そうだな、スイカの種を食べると盲腸になるや、体の中で発芽するなどという迷信があるんだが、全部間違っているんだぜ。まず病名でよく言う盲腸の正式名称は急性虫垂炎といい、この病気は大腸の初めの部分にある盲腸の下に虫垂という株から出る細い環状の突起した部分が、細菌に感染したりなどして、炎症を引き起こす病気なんだ。虫垂は先が行き止まりになっていて、そこに物が詰まると、細菌が溜まっていき急性虫垂炎になってしまうと考えられていて、確実な原因はまだ分かっていないんだ。もし急性虫垂炎になってしまうと溝落ちやへその周りの痛み、おしん、嘔吐、食欲の低下などを引き起こしてしまうんだ。そしてスイカの種が原因となった理由は虫垂に溜まったものが、スイカの種だと勘違いされ、ヨーロッパでこのような噂が生まれ、中国、日本へと伝わってきたんだ。しかしスイカの種は動物に食べられないように毒を持っている種ではなく、動物に食べられて栄養のある便と一緒に遠くまで運ばれるように進化してきたので、スイカの種が盲腸の原因とは言いにくいんだぜ。また体内で発芽することも同じなんだぜ。栄養があるのに罪を着せられたスイカの種がかわいそうだわ。でもスイカの種って食べれるようにするにはめんどくさいわね。そんな霊夢にはショッピングサイトで検索するとそのまま食べれるスイカの種が売っているんだぜ。しかし育てる用の種もあるから間違えて購入しないように注意だぜ。はい、マリサ。次は新鮮なスイカの選び方、保存方法を解説するぜ。スイカは追熟しないので買うときは熟したスイカを選ぶようにするといいぜ。その見極め方としてスイカを叩く方法があるんだ。スイカは未熟だと叩いたとき高い音が出て、逆に低い音が出ると熟しているんだ。でも経験によって判別できるようになる裏技なので初めての人は難しいんだぜ。他の熟しているかの見極め方として、ツルがついている部分がくぼんでいる、スイカの緑と黒の模様がくっきりしているなどがあるんだぜ。
お店でポンポン叩くのは恥ずかしいから、その二つで見極めるわよ。スイカは冷やしてしまうと甘みが少なくなってしまうので、切っていない場合は風通しの良く涼しい場所で保存し、切っている場合は冷蔵庫で保存しなるべく甘いうちに食べるといいぜ。冷凍保存するとスイカはダメになってしまうんだが、スムージーやシャーベットなどの用途で使う場合は冷凍保存するといいんだぜ。ちなみにスイカは8度から10度の温度が美味しく感じられる温度で、キャンプなどで皮にスイカをつけてる風景があるが、あれはスイカを美味しく食べる最善の方法なんだ。家庭で再現する場合は大きなバケツにスイカを入れそこにタオルをかけて水を垂らすように入れるとちょうどいい温度になるぜ。私もキャンプで遊んで汗かいた後にスイカをごくごく食べて、夏を楽しみたいわね。霊夢に一緒に行く友達はいるのか？マリサは友達よね。わかったんだぜ、落ち着け霊夢。スイカの種がもうなくなったの。それじゃあ真っ赤で甘いスイカにかぶりつくとでもするか。ちょっと待ちなさい、私もスイカを食べたいわ。そんなにも強欲だから私以外に友達がいないんだぜ霊夢は。さあ美味しいスイカはどこかしら？目隠ししないで普通に行くんだぜ。こうした方がドキドキするのよ。さあどこかしら？ここよ。あいたー。突然何するんじゃい。わ、ごめんなさい。でも美味しそうにスイカを食べてるのを聞いたらスイカ割りをしたくなるのはしょうがないじゃない。理由になっておらんぞ。こうなったら霊夢ともどもこうしてやる。マリサー、助けてー。うわぁ、なんで私も巻き添えを食らうんだぁ。霊夢軍曹、この戦いは我らにお任せください。あんたたち、助けてちょうだい。さあ霊夢軍曹に巨大スイカを詰め込むんだ。ごっくん。放てー。これで戦いは終わるかなんだぜ。うわぁ。なんだこの巨大スイカは？敵味方関係なく共に食べようぞ。さあさあ霊夢軍曹とご友人もご一緒に。さっきは悪かったわ、ごめんなさい。良いのぜ、美味しいスイカがまた食べれるならいいんぜ。ハクション。